노래 다 콘텐츠 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 노래 자연대 하이 계신 아이나를 혼나고 도가 부담자 東京は変わらない。どんなに化粧をしても、どんなに着飾っても、人々は皆、私たちには目もくれず通り過ぎていく。こんな大きな街の中で、あなたと出会う確率は何パーセント？何千、何万分の一？それでも私たちは出会い、恋をする。それを奇跡と呼ぶのか、私たちはそういう生き物だというかは人それぞれ。これはそんな一つの物語。よっしゃ。そう。来た。そうだ。寿司。ん？寿司。なんで？うお。じゃ。まだ冬の寒さが残る頃、僕たちは天文台にやってきた。ひっそりと佇むドーム型の建物、外は雪。あの日、ここから全てが動き出した。暑い暑い、絶対暑い。よし、熱い熱い熱いから乗る。俺さ、宇宙科学の授業取ってんじゃん。ただ綺麗な星が見たかっただけなのに、蓋開けてみたら意味わかんないことばっか言われて、しかもこうやって来てみたら天気最悪だしさ、ありえない。またみんなで来よう、時間ならいくらでもあるっしょ。だな。ずっとこうやって過ごせたらいいのに。無理だよね。本当ならこの山の上に星空がある。私たちはいつも何かを求めて奔走する。私来年休学してイギリスに行くって決めたよ。マジで？あの日、沈黙を破るかのように突然彼女が話し始めた。しばらく彼女とは会えない。また来よう。僕はただまだ見ぬ星空に思いを馳せた。鮮やかな色し木彫り彫りの景色求め二人で It's going going now。 車電車船もしくは飛行機、計画を練る週末の日曜日。ある春は花見満開の桜の下乾杯、頭上広がる桃色はライカファンタジー。夏は照りつける日の元でバーベキュー、夜になればどこかで花火が上がってる。秋は紅葉の山に目が止まる、冬にはそれが雪で白く染まる。全ての季節を前とずっと痛いよ春夏秋冬。今年の春はどこに行こうか、今年の夏はどこに行こうか、春の桜も夏の海もあなたと見たい、あなたと見たい。おはよう。手紙を送ろう、綴る思いを何
枚も何枚も走るペンが止まんないよ。え？